はいどうもこんにちは、タッカキッチです。さあ今日はモンスターハンターライズからのね、動画となっております。まあね、最近ちょっとね、僕のね悩みの種がですね、とにかくお金がない。お金がない。これはね、モンハンライズやってる方ね、相当ね金策ね、困ってる方いるんじゃないでしょうか。でね、まあ高吉なりにね調べて、ちょっとこの金策なかなかいいじゃないということで、今日はねその金策を紹介していきたいと思います。鉱石マラソンなんですけども、まあ基本的に鉱石マラソンやってるよねみんな。この鉱石マラソンをねやるにあたって用意してほしいものがね、あるんですよ。それはこちら、はい、こちらドン、レザー S、 まあ装備ですね。この知識学っていうね、あのスキルですね、これを3個まで上げれるので、最高3までね。なので3つしっかりと用意します。もちろんこちら地学玉、これもね、はい、レベル3になると鉱石採掘ポイントの取得数がプラス1なので、まあ装備でもいいですし、この玉でもいいんで、とにかく3つレベル3までね上げて用意してください。はい、次に、場所をちょっと選ぶんですけども、この溶岩洞探索ツアーやっていきたいと思います。で、今なんか水没林探索ツアーの金策もなかなかついていってたんですけど、ちょっと今回ねまだ覚えてないので、溶岩洞探索ツアーをやっていきたいと思います。で、ここでねちょっとね気をつけてほしいのが、この L ボタンを押すと、まあ、探索の内容のね環境情報っていうところを見ると、今回ね骨塚の上足っていうのがあるんですけども、これね鉱石の増殖っていうのがあるんですよ。まあそういう時に狙ってった方がかなりね鉱石がたくさん取れるのでね、鉱石倍増を狙ってください。では早速行っていきましょう。昼でいいと思います。はい、まずね早速行きたいんですけども、サブキャンプ1、10のちょっと右上かな、そちらの方から始めたいと思います。さあサブキャンに飛びましたら、まあ、狼に乗って南下します。この鉱石はまあね、まあ取る取らないはまあ自由でやってください。とにかく今日は鉱石マラソンで行きたいと思いますので、まず南下して、ここの裏にまずね1個ございます。はい、バチコリ取ってく。今度は下に降ります。ここに降りていただいて、ちょうどね14の方、14から11の方にね向かって、北の方にね、行っていきたいと思います。で14と11の間にね1個ここありますので、焼けた鉱石を取って、でね、ここはちょっとね見づらいんですけども、はい、ここにね狼に乗ってると通れません。なので狼から降りて、はい、まず鉱脈を取る。はい、今度この鉱石を取りましたら、右に向いていただいて、次に上に登ります。上に登って、あそこの穴にこうやって入っていきます。ちょっと見づらいよね、分かりづらいよね。で出たら左に行きますと、はい、まず鉱石2つ、で今度は逆に戻って、で1個ここにあります。この鉱石を取りましたら、今度は上行きます。上にね、よいしょ、でこの上に登って、はい、この鉱石を取る。でもって次に下に降りていただいて、今度この壁に登る、この壁に登る。となると鉱石がここに回って、身もね、ついでに怪力の種も取りましょう。で今度は向こう見えてるよね鉱石、あちらの方に飛んでいきたいと思います。よいしょ、
でこの鉱石を取りましたら、今度は後ろを見ていただくと、あそこにも鉱石がございますので、あれも取りに行きましょう。はい、取り終わりましたら中に入っていただいて、この細いね、細い道を渡って下に降ります。はい、次に、銃の方に向かって走っていきたいと思います。で、この鉱石を拾って、で、あそこにね、骨もあるから結構骨も高く売れるので、これも取っていきましょう。で、次に鉢の方に向かって走りたいと思います。で、ここに着いたら今度は上に登ります。上によいしょ。で、そのまま真っすぐに行ってください。するってえと、こちらのね、崖の上に、崖っていうのかな、に一個鉱石が置いてあって、今度は下に降ります。そのままね、銃の方に向かって降りるといいのかな。で、そうすることによってここに鉱石がございます。これがまあね、高吉式一連のね、鉱石マラソンとなっております。で、終わったらクエストクリアして戻ります。慣れると、まあだいたい5分以内でね、まあ行けるコースだと思うので、気楽にね、周回できると思う金属コースなので、やってみてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。